顔に装備できる意外なアイテム、マイクラは基本、ヘルメットしか頭に装備できませんが、コマンドを使うといろいろ装備できるので紹介します。その1、リンゴ。装備するとこんな感じ。頭の上に乗ってるんだな。これをゾンビに装備させれば、リンゴだけ弓で撃ち抜くゲームの完成。ああ。その2、エンドロッド。装備するとユニコーンみたいになりますが、馬に取り付けても見た目は変わりません。いや、なんでだよ。その3、骨。装備すると骨を口に加えます。これはスケルトンに加えさせると似合いますね。共食いかな。そして同じく犬には取り付けられません。いや、なんでだよ。その4、フェンスゲート。装備するとメガネになり、色も変えることができます。これはぴったりの一本が見つかりそうですね。メガネ市場かな。その後、カボチャ。コマンドがなくても装備できる珍しいアイテムだね。マリサちょっとつけてみない？たく、しょうがないな。なんかこれインちゃんとついてるんだけど。そうそう、これはね、束縛の呪いだよ。え？ちなみにアイテムには耐久値がないから、一生つけていられるね。誰かこれを外してくれー。